僕は思ったんだ。世界になぜ僕たちだけが残されたんだろう。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんとお母さん、お姉ちゃんに妹、あとは誰もいない。これからこの場所で生きていくんだ。いいことも悪いこともこれからだって。部長です。紬だよ。前回は全く冬を越せなくって、なんでああなったんだろうって。少なくとも水の問題は解決しないとな。いろいろ対策は考えたからとりあえず進めるよ。今回はちゃんと名前も変えて分かりやすくするね。今回は名前を変えたのと、ネガティブな性格はリロールしてるよ。あとチュートリアルは今回はなしで。第1回で見せてるしな。全体的にスピードアップしていこうと思う。では始めるよ。名前がついたことで誰を指しているか分かりやすくなったな。さすがに見ている人に家族関係がわからないと伝わらないよね。今回はチュートリアルがないから必要なことをどんどんやっていくよ。まずは睡眠エリアだな。今回はマップ自体の選定からしたから、山が近く、水場も近く、後森と草原の値を増やしてるからね。最初の状態でスタートしたのは厳しかったな。それ以外にもまずいところはあったけど、一旦洗い場、水の見場の設定もあったな。次は枝集めと石集めだね。まずは枝から。森が多いだけあって集めやすそうだな。ここは拠点の近くで、石も同様に拠点の近くで。これで通知が消えたな。これでも重いとは思うけど、エリアは広いから後で集めに行けるから問題ないと思う。あと食料確保のためにベリーも集めてもらおう。まずは食べ物を集めないと食料置き場が解放されないからな。前回はチュートリアルに従ってたから意識する必要はなかったけどね。あとキノコも集めてもらおう。先に材料置き場が解除されたな。キノコ集めの指示が終わってないから後で。あまりなさそうだな。一旦これくらいにして様子を見ようか。では材料置き場を設定。とりあえずはこれぐらいで、必要になったら拡張しよう。枝置き場もアンロックされたな。作業場もだよ。序盤はどんどん解除されるからね。必要なものはどんどん作っていくね。それだとあまり前と変わらない気がするな。今回はアイデアをどんどん進める方向でやるよ。前回の水問題があるしね。アイデアの中に水桶があったってことだな。それを解除できてなかったからね。なるほどな。なので水問題、食料問題を解決できるアイデアは冬までに解除していかないといけない。なるほど。このまま進めると長くなるので、次のポイントまでカットするね。了解した。鎌ができて草を刈るが解除されたな。この草を刈るのに黄色の背の高い草が多く、麦、そして明るい緑の草が天なんだよね。最初はこの2つを刈って、大く麦と天の種を解除した方が楽なんだよね。農業の対策だな。あと食料と衣類に影響してくるから。前回の反省を踏まえると、そういったことは改善ポイントだな。そうだ、ちゃんとタスクの優先順位を設定しないと。タスクの優先順位だけど、それぞれ気分が悪くなるものを一番下に、あとはかけるにマックはできるだけ上に、同様に気分の良くなる作業も上の方に、あとは料理、収集、狩り、クラフト、建築、農業の役割が分散するように設定する。これはプレイスタイルの差が出そうだな。とりあえずみんなちゃんと働いてほしいからね。なかなか藁が出ないから分解で藁を作るね。これで食料バスケットが解除されたな。この狙いは脱穀機なんだけどね。確かに藁が生成できないと建築に困るからな。脱穀機を早めに解除するのは必要だと思う。あと作ってもらうために優先タスクにして。これで脱穀機を優先的に作ってもらえるな。優先タスクだけどいっぱい指定するとみんな寝なくなって睡眠不足で倒れるから注意が必要だね。うなぎと調理用の火が解除されたな。今回はあらかじめ屋根を張っておいたので、その下に調理用の火が置くね。これで雨が降っても大丈夫だな。次にうなぎだけど、穴は2つ、それぞれ1日5匹ずつ取るように設定。実際いっぱい取っても腐るからな。あとで肉も出てくるから、捨てるとか余計な作業が発生するしね。今度は調理の方だな。
こっちは1日10匹取れるから10匹分を毎日繰り返す設定。これで毎日の食料は解決するな。夏なんかはこれで問題ないんだよね。後で肉も出てくるから多少余る気もするけど。トイレも解除されたな。それまでもいろいろ解除されてるけどね。トイレは人に見られると気分が下がってメンバーの能力が下がるから、離れた場所に設置した方がいいみたい。本当はそのまま肥料になるから畑に入れたいぐらいだけど。さすがにそれはひどいな。後でちゃんと壁も用意しないと。公衆トイレみたいだな。周りも落ち着いてきたから畑を準備しよう。何を育てるんだ。あらかじめ準備しているオーツ麦。麦だから後に小麦になるはず。今から作って間に合うのか。育つ速度次第じゃない。今回はすでにオーツ麦の種は解除してるからな。そのあたりも改善ポイントだよ。耕地面積の妥当性は判断できないな。ようやくツルハシができた。これが今回のポイントか。そうだよ。山の中を掘ると屋根がいらないんだよ。前回はいきなり藁で壁を作ってかなり不足していたからな。これなら材料がいらないからお手軽なんだよね。この場所を選んだのもそれが理由か。生活が安定したら拡張もしやすいだろうから。部屋ができれば睡眠エリアを移動できるな。後で拡張予定だけど、拡張したら調理の火とか食料置き場も移動させる予定。前の失敗が生きてるな。一つ耕し終わってるから早速麦を植えよう。春夏用だな。冬が来る前に収穫できるまで行けばいいけど、現時点では食料にはならないだろうがな。麦として利用できるところまでアイデアが進めばね。そして罠も解除されたな。早速仕掛けよう。今回は草が多いからね。ウサギの穴も近くにいっぱいあるんだよ。なるほどな。でもいっぱい仕掛けてとっても肉が余って腐るからほどほどにするって感じ。今3つぐらいだったな。これでわざわざ狩りに行かなくてもいいぐらいだよ。釜の解除まで来たな。前回の失敗ポイントだね。どういうことだ。さっきの説明でもちょっと書いてあったけど、陶器が作れるんだよね。それが水の入れ物になるってことか。まずは釜ができてから、その前に宿屋の看板も作っちゃうよ。空きベッドというか部屋すらないな。この次の交易所が重要なんだよね。そうなのか。これもできてからわかるから。しばらく様子を見るか。山の中に空間ができてきたから、濡れるとダメなものを入れていくよ。食料バスケットと肉置き場だな。一応追いまでも屋根があるから大丈夫だけど、基本この山の中で暮らす感じにするから。その前にベッドを中に移したいところだな。ベッドは雨でもダメにはならないからね。あと栽培も夏だから。前回が全体的に野晒しだったことを考えればかなりマシな展開だな。そのうち調理の日も中に移すから。宿屋の旗ができたみたい。ジョブボードと交易場所が解除されたな。早速交易場所を作っていくよ。宿屋の隣で。何か意味があるのか。特にないよ。ちょっと部屋まで来てきたし、マットを中に入れていこう。まだ全員分は無理だな。今は2つくらいかな。明日あたりには山の中の部屋ができてそうな気がする。そうしたら全員屋根付きの場所で寝られるな。今回は早めに屋根付きの部屋ができてよかった。ここでもう一つ、冬に向けて食料問題を解決するためにキノコ置き場を設置するよ。早いな。乾燥キノコはすごく腐りにくいからね。この前冬に全く食料がなくなってしまったからな。保存食を準備するのは重要だね。これからだろうが冬の10日間を過ごすための蓄えを考えないとな。他の保存食も並行してね。キノコ置き場が完成したから乾燥キノコを作っていくよ。えらいいっぱい作るな。まだ夏だからテスト運用って感じ。キノコをそれだけ集められてないだろう。まだキノコのシーズンじゃないみたいだから、実際は秋に降るかどうかな。今は食事に困ってないと思ったら食料ないな。後でベリーでも取ってきてもらおう。どうやら旅行者が来てるみたいだぞ。本当だね。でもまだ寝床も部屋も完成してないからお引き取り願おう。これ印象悪くなるんじゃないか。そのあたりまだよく分かってないんだよね。まだ1年もプレイしてないからな。まずは冬だよ。ようやく部屋が完成と、その前に交易。毛皮を売るかな。初めてコインが増えたな。後住みもいいかな。一応在庫はあるようだな。
とりあえず欲しいものはない。ちょっと羊は気になるけど、まだ搾乳も毛皮を刈ることもできないし、今回は見送りで。さて、マットも全部移して部屋も完成。もう隣の部屋も作ろうとしてるんだが、この山全体を部屋にする予定。崩落しないように気をつけないとな。多分この大きさなら大丈夫だと思う。そして脱穀機も部屋の中に。これで雨の日でも作業ができるな。他の作業場所もゆくゆくはこの山の中に。これでこの山全体の部屋割りができたかな。だいたいいい感じじゃないか。これだと掘ってくれれば。後暖房の準備もしないとな。それは調理の火を入れるから。冷静に考えれば一酸化炭素中毒とかになりそうだな。一応通気口はつけるけどね。なくても大丈夫だと思うけど。新しい部屋もできたし、調理用の火を移そう。移すのにいい感じのくぼみがあるな。狙ったわけじゃないけどね。あとはここに火が来れば、ここが台所って感じ。食料置き場なんかもまとめてね。家の前がすっきりしてきたな。部屋ができてくれば他の作業場も中に入れて、もっとすっきりするよ。前回と違いだ。今もやってるけど、新しいものは一つだけでも作ってアイデアを進めてるからね。前回よりも 2,3 倍早い展開だな。ようやく釜が完成。優先タスクにしてなかったんだな。冬までは時間があるからね。言ってたのはこれのことか。そう、オッケー。前回の時も探したけど見つからなかったんだよね。今回は夏の時点でここまで来たのか。ちゃんとアイデアツリーを見てやらないとダメだね。ちなみにレンガも重要だから自動供給の設定は入れておくね。ここまではかなり順調そうだな。でも完全に冬の水問題が解決したわけじゃないよね。裏で置き置き場も解除されたな。これも後で作って水を貯められるようにしないと。調理に置きが増えてるな。これで凍った水が溶かせるんだよね。正確には桶ごと凍ってるようだな。よく考えたら日本語訳に吸ってるよね。桶というより陶器ってわけだったらしっくりきたかも。桶は木だからね。なんか宿泊客も来てるし、せっかくだから睡眠エリアを作ってあげよう。マットは間に合わない。寝れるだっていいんじゃない。そして溶解炉か。これができれば鉄を生成することができるね。ほんと一気に進化するな。調理の火の跡地に設置で。まだ夏が終わってないんだな。これぐらいのペースでやっておくべきなんだよ。まずは1回クリアするまでは急いだ方がいいのかもな。クリア条件ってわからないんだけどね。お父さんと妹がトイレにやってきた。そういえば壁を作るとか言ってたな。いい機会だから作っちゃおう。一応分けて。あとは胴をつけて。屋根もつけておこうかな。これであとは完成を待とう。何もないところからここまで来たな。お姉ちゃんが一人だけ夜更かししてるよ。反抗期か。お客さんにマットを奪われちゃったからかな。その渡りの管理は相変わらずずさんだな。そのまま朝になっちゃった。とりあえず寝たようだな。このままだと睡眠で倒れられちゃうからいいけど。これで作業部屋が完成。雨の日でも寝ずに作業できるな。脱穀機以外は外でもできると思うけど。メンバーの気分が下がるんじゃないか。そうなんだろうね。そして部屋もできたようだな。あとはそれぞれの部屋をどう使うかだね。一つは客室用に使うつもりだけど。溶解炉も完成。鉄のインボットが解除されたな。鉄ができればいろいろやれることが増えそうだな。前回なんであんなに遅かったんだろう。そもそも家ができてなかったからな。やっぱりそれが大きいよね。肉の燻製器ができた。これも保存食用だな。これ欲しかったんだよね。暖炉も解除か。これで部屋の中の温度も保てる。すでに調理用の火で十分なはずだな。やっぱり鉄ができるといろいろ解除されるね。時代が一つ進んだわけだからな。10日目の夜ももう明けたね。秋だな。秋にどれだけ冬の準備を進められるか。前回の反省点をクリアしたわけじゃないからな。水問題に食料問題に暖房問題、これらにどう対処するかだね。
では今回はここまでにしよう。いいなって思ってくれたら高評価、チャンネル登録をよろしく。また次回もよろしくお願いいたします。